T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。礼拝堂に入ったところです。今回は2段ジャンプができるようになる。宝石の入手を急ぎます。一気に便利になるのよね。行動範囲が広がりますからね。何はともあれ手に入れたいところです。ここは下のやつを壊すと転がっていき、敵もろとも吹っ飛ばしてくれます。こんな感じで。別にお手本を見せなくてもいいのよ。ただ、下から来た場合は痛いだけ。進化は上から来た時です。確かに上から壊さないと意味ないよね。特にこいつ。地獄の鉄球は特大ダメージです。間違っても当たってはいけませんよ。面白がって当たると後悔するよね。下手すると即死級のダメージです。ここは背景にご注目ください。非常に単美で荘厳です。奥行きが感じられるね。この時代にこのクオリティですよ。すごいよね。懺悔室。日本ではあまり馴染みがありませんが、困った時に救いを求めるのもいいのかも。求めるとどうなるの？ワインがもらえます。現実でもらえたら列ができちゃうね。大盛況の教会になるでしょうね。なぜかカラスが踏みついてます。別におかしくはないでしょ。まあ、そうなのかな。飛んでる骨はあからさまにおかしいですけども。そうだね。この青いカラスは亡霊です。そうなのね。そんなになるまでここにいるってことは、よほど快適なんでしょうか。そうかもね。そういえば宝石などがよく置いてあるのは、もしやカラスのせい？ああ、光るものを集めるもんね。そういうことだったのか。ただ、壺に入ってるけどね。あ。強いな。これなんかは間違いなくカラスじゃないですか。むき出しで置いてあったね。ならそうなのかも。なんか嬉しいです。さてと、じゃあ、後ろ向きで入室。なぜ？うお、突進は珍しいような。あとは近くでしゃがみ攻撃で、何の問題もなく倒せます。穴がありすぎだよね。こちらとしてはありがたいですけども。卵は聖杯で。鼻が抜けるのよね。いずれ全部抜けちゃわないか心配です。その前に倒せるからいいのよ。なるほど。ちなみに、今回もノイズなどがあっても気にしないでくださいね。よし、倒した。また無言。最近マリアが冷たいんです。きっと HD でいじめてるからよ。いや、いじめてる気はないんですが。というかむしろ彼女のジャジャウマっぷりに、こちらが困惑している次第です。まあね。
昔罰当たりだな。礼拝堂にあるものを壊し、奪う。まるで山賊です。そもそも自分が育ったお城だし、何より悪魔城だからいいのよ。それを忘れてました。教会といえど罪深かったのですね。悪魔信仰かもね。この上に見えてます。ついに来たね。待ちきれません。私としてはワンちゃんが見れればいい。ちょ。かわいそうなことをしました。めんどくさいですがワープは解放して。これはやっておかないとね。登るときはカッコつけましょう。なぜ、決まってるの？はい、悪魔城同好会カッコTで決まってます。なんだそれ。邪魔です。まったくもう。やめてー。もう？どんだけ食らうの？よし。これさえ手に入れば問題ない。ターキー。もしかしてあいつの肉？そうかも。うまい肉とかじゃなくて、ターキーですもんね。本当は七面鳥だっけ？いえ、セムラーです。食べる気なくすわ。こういう武器も取る意味はないな。本来ここでワープするのが良かったのですが、ぼーっとしていて戻ってしまいました。ちょっとした往復になりますが、もしや、とハラハラお楽しみください。もうセーブじゃない。死ぬのかと思ったよ。もしや、ですから、死にはしないのです。それを言ったら、そうだけど、なんか悔しい。これで城入り口まで戻ります。一回で来れますよ。次にどこへ向かうの？大時計のままで行きます。中心部ね。そこからオルロックの前へ行こうかと。なるほどね。あそこは時間で開閉してるので、運が悪いと閉まってます。その場合サブの時計を取って、時計で開き口に行こうと思ってます。ちゃんと計画してるのね。今回はある程度考えてきました。お、そうだ。武器で無理でもキックで開きました。二段ジャンプの利点はここにもあったのね。最初来た時より全然楽です。強くなったねえ。HP でおなじみ、ブエ双方も、なんとなくできるな。変な動きね。本来、ゴキカードとも呼ばれる。縦とバックダッシュを交互に出す。カサカサ双方が有名ですが、今回の企画では縦が装備できないので、それはできません。でも笛ならできました。そもそも狼もあるし、あまり意味ないんじゃないの。まあそこは、
マンですから。だからカッコつけなくていいっての。そっちに行くの？ちょっと取っておきたいものがあります。そう？あ、ここか。恐怖のマリオネット地帯ですね。そこに置いてあるのがこの魂のオーブです。相変わらず声が怖い。これでダメージ量が見えるようになりました。これ、案外必要なんですよ。どれほどのダメージを与えているのか、今のはもしやクリティカルだったのか、あとどれくらいで倒せそうなのか、いろいろがわかります。そうね、たまたまクリティカルで一撃で倒したのに、この敵は一撃で倒せると勘違いしてまだ生きてて焦った、なんていう経験はあるよね。そういうことです。あ、開いてないや。じゃあ時計を取ってきましょう。確か近くにあったはず。あれ？ここだった気がしたのに。もう少し先なんじゃない？そうでしたっけ。お、ここか。構造が似てるから勘違いした。でもあったね。ただ、あそこは一瞬で開閉を繰り返すので、おそらくもう開いていると思います。じゃあそのまま行く。そうですね、隠し部屋の方に行っちゃうと、もしかしたらまた閉まるかもしれないし、このまま進んじゃいます。いいんじゃない。これでオルロックの間です。ここでは何をするの？やることはありません。え、そうなの？強いて言えば、ワープルームの解放です。それだけなんだ。コウモリを取るまでは大した場所に行けないんですよ。そっか。今は闘技場への通り道といった意味合いが強いですね。なるほど。ここを左に行けば闘技場です。そう、引きつけて一気に。同じ速度で追ってきてる。もうしょうがない、チート技で倒したい。ついに使ったわね。別に禁止はしてませんし、何の問題もないです。プライドの問題だよ。やはりキックが苦手だな。 HD の方でだいぶ慣れてたのに、月下の方が難しいかも。なんか斜めにキックするし、角度があって難しいってことか。これでオッケー。後のためにめんどくさくても開けておきます。この手順が大事なのよね。ここには絶対に来ることになりますからね。その時に苦労したくないです。素早く抜ければ問題ありません。え、マジ？はい。実はここまでも何回か録画失敗してて、急遽やり直したりしてたんです。そうなのね。今回はセーブ手前で録画が切れていて、さらにそのままセーブしてしまったので、こんな形に。ただ、数秒でよかったね。セーブ直前で助かりました。
さて、闘技場に入っていることは、このブレイズのオビスから、生クラをゲットすることです。生クラか。本来ならここでようやく、赤サギがさよならできるはずだったんですよ。こんなところまで赤サギだったのね。きっと相当きつかったはずです。竹光が早く出てくれて助かりました。どちらにしてもマラソンするのね。刀は全部入手するつもりです。なんかちょっとずつ速くなってる。気づきましたか。どこまで速くなるのかしら。もちろん出るまで加速です。最後はわけわからなくなりそうね。って、もう遅いじゃない。すみません。時計がないと意外と苦戦します。やはり斜め下に切れないのが痛い。お、出ました。早かったわね。あまり加速できずに残念でした。これは弱いけど。普通の刀で、抜けないことはないです。やっとまともな武器なのね。まあ弱いので竹光を使いますが。ただ、残属性は赤サギより、生クラの方が使えるでしょうね。威力が弱くても、絶対出せる方が安心だね。そういうことです。赤サギは定期的に呪われるのと一緒ですから。まあ使いにくいですよ。これで刀は3振りです。表ではあと一つだっけ？一応妖刀村正が手に入ります。強化すれば最強まで強くなりますから、最終候補にもなり得ます。まさむねより強くなるってことね。はい。ただ私は強化しませんけど。しないんだ。死ぬほど時間かかりますから、普通に使っていて強くなる分で十分です。それでも強くなるのね。イメージとしては HB の熟練度みたいな感じで、だんだん上がるのが遅くなる印象です。最初は結構早く強くなります。なるほどね。ようやく新しい防具。しかもこのマントは、ダメージを受けると、ハートが増えるので便利ですよ。サブウェポン派には最適ね。倒しにくいな。そういう時は、さようなら。また卑怯なことを。闘技場ではやりがちです。マントの色も鮮やかに、気分一新ですね。確かにね。一気に雰囲気が変わった。レベルは16か。まあまあ上がってきました。武器が弱いので、あとは自分のレベル次第。表の間はそうなるか。星を描くんですよね。実は可愛いっていう。この通路が一番辛い。ソウルスチールで根こそぎ行けばいいのですが、今回は我慢してみます。やばい。本当に危ないよ。ふわ？マジで焦った。ここは左右対称なので、この奥にセーブがあります。こいつさえ倒せば。最後にやばいのがいたね。油断なりません。もしかすると一撃かもしれないし。よし。なんとか生き延びた。ふう。じゃあボスのとこに行きましょう。あの人が出るのよね。ここのボス戦は大したことありませんが、倒した後に手に入るものが重要です。そのためにここに来たわけです。Ha ha 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 ha!
笑うだけ笑って。引っ込んじゃった。毒？これはやばい。よ、うわぁ？やめて。あっけなかったね。毒はやばいって。防御力半減だっけ。攻撃力も下がるし、一気に死ねます。さて、もう死ぬわけにはいかないし、今度はガチでいきます。死んだ方が面白いけどね。面白くないのは私だけです。また笑ってる。こちらは泣き笑いしたい。マジ？危ねえ、おっさんよ。ガチですから。さすがに卑怯だわ。最初の実況では使わなかったし、ちょうど1回です。それはそうかもしれないけど。リーチが長い。食らうとハートが回復するから、また出せるって寸法です。おやー？まったく。これも立派な戦法ですよ。ふう、よかった。さて、これを取りに来たんです。ミストか。よし。なんかリーが恋しい。は、何よいきなり。マジで会いに行くんだ。ただいま。これについてだ。まだこれしか持ってないのか。連打するなし。ではまたのお越し。もちろんタダジーに会いに来たわけじゃありません。まあそうでしょうね。ただ何よ。続きはまた次回です。終わるのかよ。あ、倒しちゃいけなかった。間違えた。お、生クラは斜め切りができるのか。それは便利だな。ようやく斜めに攻撃できるのね。助かります。さて、華麗に踏んで。踏んで。踏んで。何回失敗するの？やっぱりこれ苦手。そう。なんか懐かしいわー。そんな大げさに。さて、そろそろ終わります。使い魔は今回使いません。え、もしかしてダジャレ。気づいたのがすごい。ではまた次回、ノクターン。また見てね、ノクターン。